重点教科理科。どうもこんにちは、篠原です。今回は夏休みの重点教科理科編について話したいと思います。で、理科なんですけど、まあちょっとね、ちょっと理科でくくるのがちょっと無茶で、まあ物理と化学と生物で全然やることが変わっちゃうので、ちょっとね、これ理科でくくるのあれなんですけど、まあそれぞれやらないといけないことが何かっていうと、物理に関してはこれも数学と同じで、まあいけて 2,3 分野ですかね、 2,3 分野の徹底的な演習、これまでの問題の解き直しをやってください。で、絶対できるようにしないといけないのが力学。もう力学は絶対できるようにしないといけない。で、力学はもうできるんだけど、ちょっと電磁気の波動が弱いなとかってんだったら電磁気波動でいいんですけど、力学ちょっと自信ないんだよねっていう人が熱力と波動をやるとかっていうのはやめた方がいいです。まずは力学、物理はまずは力学です。で、力学やって、できればその次電磁気ね、電磁気やってほしいなと。まああとは波動と熱力に関しては、個人的にはまあ熱力かなと思いますけど、波動でもまあ別にいいです。それは苦手、だったらまあやってほしいですね。で、物理のこの 2,3 分野の選定は、まず力学が自信があるかどうかで、その次電磁気が自信あるかどうかで、その後まあ波動、熱力、原子、まあその辺はもう趣味でいいかなと思いますけど、もし力学と電磁気苦手なんだったら、波動と熱力と原子が多少苦手でも、夏休みはこの力学と電磁気に捧げた方がいいと思う。大学の2次で、力学と電磁気満点だったら多分通るじゃないですか。波動とか熱力が全然できなくても、力学と電磁気が満点だったら一つ大問落としても多分通ると思うんですよ。だから本当に力学と電磁気めっちゃ大事で、波動に関しては結構パターンが決まってるんで、あれもなんか波動で難しい問題作る無理なんですよ。もうパターンできちゃってるんで、だからまあ波動はまあやろうと思ったら9月で、ま、なんとかなるんじゃないですか。で、熱力もまあ熱力ちょっと複雑だけどね、熱力ちょっと複雑なんで、学校の先生に聞きながらじゃないとちょっと厳しいかなと思いますけど、まあそれやってもらえたらなと思います。で、科学重点強化したいよっていう人は、まあ理論か、まあ勇気向きですね、勇気向きだと思います。まあ多分ね、この理論が苦手っていう人は結構その勇気向きも苦手だと思うんですけど、やっぱり理論ですね、科学は理論だと僕は思ってます。で、勇気向きに関してはある程度覚えりゃいいっていうところがあるから、で、勇気向きの例えばまあ構造決定とかもなんかまあ大体こうするねんみたいなのがあるじゃないですか。大体こうするっていうのがあるんで、なんかそのこっちの方が自習向きです。自習向きなんで、こっちの方をまあやった方が勉強はしやすいけど、理論が固まってないのに勇気向きゴリゴリでやったところで大したことにならないので、まあ勇気向き中心でやっていくもいいし、理論やるのもいいです。これはもう趣味の問題ですね。ただ科学をやると決めた瞬間に、まあ生物選択か物理選択か分かんないけど、科学をやると決めた瞬間にここが科学になっちゃうんで、物理やる時間は1しか取れません。だから何でしょうね、ここの選定はちょっとしっかりやってください。だから物理でも2分野克服して、科学も向き克服するとかっていうのはちょっとしんどいかなと思います。まあ向きぐらいだったらなんとかなるかな、向きぐらいならなんとかなるけど、多分この2分野の克服にこれこう使っちゃうと思うんですよね。で、この1の方でまあその向きをやるとか、そういう感じになるでしょうね多分、はい。で、生物に関してもまあこれはもうキーワードの暗記ですね。キーワードの暗記、の暗記がまあ基本になるかなと思います。で、キーワードの暗記、何をすればいいかわからないっていう人がいたら、必修整理ノートがいいかなと思います。必修整理ノート Amazon でなぜか評価低いんで、必修整理ノート気に入らねえっていう人は似たような感じで、キーワードを暗記することに重点を置いた、重きを置いた参考書をやるといいかなと思います。多分この動画を見てる人でもう生物のキーワードは散々暗記してもう、キーワード暗記大丈夫ですと。で、英語も大丈夫、数学も国語も社会も大丈夫で、唯一生物の演習だけ苦手っていう人がいるんだったら、多分この動画見てないと思うんですよ。で、もし唯一の生物の演習が苦手なんであれば、一応、まあ、入門問題成功、基礎問題成功、応用、標準問題成功がおすすめです。
入門問題成功、基礎問題成功、標準問題成功、これは非常にいい参考書です。非常にいい参考書で、問題演習もできて、さらに要点もまとまっているんで、どうしても演習したいのであればこの3つか、まあ、これまでにテキストの解き直しをやってもらえたらいいかなと思います。はい。で、まあ、この分野に関しては全部ですね、これまで学校で使っていたプリントだとか、まあ、プリントちょっと答えないっていう人はちょっとあれなんですけど、まあ、できれば、答えのある参考書、あるいはまあこれまでやってたプリント、一番いいのはこれまでやっていた問題集とかに答えがあって、でそれを答え見ながら勉強できるっていうのが一番いいんですけど、それをやってもらえたらな。でくれぐれも難しいのはやりすぎないでください。だから物理で偏差値50超えてない、科学で偏差値50超えてないのに重要問題集とかやっちゃダメね。重要問題集っていうのはあれはもう本当に難しい参考書です。あれさえやれば、まあ多分ほとんどの大学受かるっていうレベルの、非常に難しい、多分東工大以外だったらある程度勝負になると思うんですよね。東工大以外だったら勝負になるっていうレベルの非常に高い参考書なんで、生きてやらない、基本的にはこれまでのやつの解き直しを中心にやるというのがいいかなと思います。はい。ということで今回夏休みの重点教科理科について話しました。ぜひ参考にしてみてください。今回はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。